え、ここなんかやばくね、やばくなんかこっからこれマジやおかしいよ。え、全然ピンと合わない。口が吹いたよ、なんか口笛、口から聞こえた。電柱倒れて、電柱倒れて、待って待って待って、やべえ、爆弾待って。電柱があの折れ方ってありえなくない？ちょっと待って、ちょっと待って、あー、お地蔵様、ぜひ元の場所へ帰ってきてください。意味わかんない、やばい、意味がわかんない。地蔵様に向けてメッセージしてる。こんなの本当の世界あるの？ね、数が足んない。コップが7個あって、火事の跡がもうあるもん。よく言ったら火事の跡が、火事の痕跡がね、急になんか竹になった。竹のとこやばいやつあるよね。うわ、じゃあまたライトしてないと出てくださいね。え、まだなんかあるんですか？ライト消したから。いくよ、はい、はい、うわ、うわ、鳥だってもう終わった、これ終わった。ライトの人もやばいよ、もう家でめっちゃ家でめっちゃ家で。え、待って、え、もうオーブンで映ったこの上の、どこ、肉眼でオーブンってなかなかなかった。じゃあ家の前で写真1枚撮りましょうか。はい、チーズ。揺らしてる。この鳥居の意味がわからん、うん、何この鳥居っていう、何も意味ないんだって。家があるだけだろ。やばい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 、うわー、うわー、うわー、どういうこと、どういうこと、え、なに、なに、家じゃないの、え、なにこれ、神社。やばくない、ここはやばいと思う。ちょっと待って、ちょっとここはやばいかもしれない。あー、なんか聞こえたぞ、今聞こえた、うわー、聞こえたよな、やばい。やばくない、ここはやばいと思う。ちょっと待って、ちょっとここはやばいかもしれない。あー、なんか聞こえたぞ、ちょっとここはやばい、ちょっとここはやばい、ちょっとここはやばい。これ、嘘、俺、後ろ、そう低い感じ、低い感じ。生活感あるの？うん、今何に生活してる？ロリみたいなのある、これ家なんじゃね？え？待って、めちゃめちゃぶち壊れてる。サイレンスイン？わぁ、浮かれるな。なんか、お手紙とか、うん、怖いね。なにこれ、手紙とかあるの？手紙とか、ちょっと待って、え、ぼち行く。それがさ、普通になんかこんな感じでゆっくり、まあ、こんな感じでゆっくりとこう横に行く、やばいっしょ、典型的なやつじゃん。そうっしょ、ぼちだよね、やっぱね、ぼちだよ、めっちゃぼち、あの一番、ね、一番ぼちあったところ。あ、そうだよね、ちょっと やべえかもしれない、やばい、あっち行った、こう行った、向こう抜けてった、なんかある、めちゃめちゃ多いよな。うわ、もうどんだけあるのよ、これ。いや、ちょっと待って、俺このこっち行きたくないわ。どこがある？ちょっとどこ行きたくない？ここ行ったんだ。ここ行きたくない、ここ行った。その線危ない。うわ、もう、めっちゃ怖い、こっち。でもこれ、何々家とかっていうやつじゃないんだね。違うの？うん。なんか違う。なんとか家とかじゃないもんって。ナムアミダブスより怖い、もしかしたら。ほんとだ！ナムリ、ナムリ。ナムアミダブスないね。ナムリフーリニョライって完全に来ました。噂のここは謎、噂のエリアです。うわ、謎、ここか、まあ、本当に意味わかんないもん、ここ、ここ何なん、ちょっと見てみますか。マジでやばいな、感じ。諏訪神社、天満神社、これもなんかあんの、おお、ここ書いてある。神社が一つあるのもわかんないもんね、今、うん、それだけパワーを必要としてるんだね。そうだ、有名なんだろうな。こっちもなんかあるんだ。こっちはお墓や、お墓か。あ、ちょっと立派な新しめなのしてる。今日このナイトウィーク初めての3部作目に説明してます。いやあまりの広さ、あまりのヤバさ、そして最終番外編ということで、3部作目は一発目に行った大輝が男の顔を見た家で2階がある。2階はヤバいけど、じゃんけんに負けた2名2階に行く。避けたのです。はい、これ止まらない。うわー、もう3本の2じゃん。ほぼ確定した。ぽい、俺行ったって1回目。いや、まだまだ2分の1あるから。あ、1個でしょ。あ、やっぱ負けるよね。大事なとこで、大事なとこで負けるよね。じゃあ、ナイトショット。一番行きたくないでしょ、2回は。2回はやばかったんだって。過去で一番行きたくない。危ねえんだよな。そうそうそう、ここね、落としたのとかあるからさ。本当に、何もしません。何も僕ら悪いことしませんので。関係ありませんので。はい。怖くね？うわっ、ラジオとかあるんだ。すげえ、めっちゃ古い新聞が。本
当だ。サイレンだよね、この感じ。これぞってやつ。めちゃくちゃサイレン。これでしょ。これやばいでしょ。これさ、大丈夫？これダメだ。てか、2回って絶対ね、良くないと思うんだよね。いや、これ本当に良くないと思う。皆さん、先言っときますよ。絶対チャンネル登録してくださいね。本当ですよ。本当に2回って絶対やばいんだから。本当にやばいから見てみんなこれ。うわ、もう絶対2回のとかやばいもん。ダメでしょ。何かしら絶対行くのマジで。来ますぜ。行って、なんかさっきから手行ってんだけど。手？なんか手を痛い。なんか掴まれてるというか。掴まれてる。じゃなんか痛い。めっちゃ痛む、なんか。やべえかも。行くなって言ってるかもしれない。確かに。よし。さあ行きましょう。うわ、これやばい。うーわ。めっちゃ焼け焦げがすごいんだけど。うわ、うわ、これやばいかもしれん。やばい。うん。これ以上ちょっと歩きたくねえ。うわ、ねえ、ちょっとやばいんですけど。いや、待って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 。これ、いや、それまずいって。人形ってさ、やばい。なんでなんでなんで。うわ、しかもさ。しかも日本人形じゃん。画面がないんです。ゾがやばい。なぜ鳥肌やばい。ゾとかのレベルじゃない。これ本当にやばいと思う。本当に。後ろに1個だけある。え？これは日本人形です。うん。後ろに1個だけある。1個だけある。うわあ、本当だ。しかもめっちゃ綺麗なんだよね。これだけ。頭かけてる。本当だ。頭かけてる。マジでやばい。不気味すぎる。日本人形はやばい。まずいって。これ電話本当無理。やばいそれがおかしいです。日本人形焼けてない。部屋は。待って待って待って。焼けてないんだよ。それがおかしいです。日本人形焼けてない。部屋は。待って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 。え？ストップストップ。嘘だ。今完全にボンっつったよ。ボーンっつった。嘘だ。ちょっと離れよう、とりあえず。怖い。無理。一旦離れようか。無理だ。やばい。ちょっととりあえずちょっと。ちょっとね、なんかね、本当にね、やばい気がするから。謝って俺と京平は。はい、はい、そうです。お邪魔しました。ありがとうございます。お邪魔しました。お邪魔しました。すいません、本当に何もできませんので。全焼してんのにあれがあるって京平が。日本人形に気づいた瞬間ってか、その話日本人形したの。ちょっと待って、俺が気づいたから。全焼してんのに日本人形。え、今聞こえた。いや、俺も聞こえた。ギャーギャーみたいな。ギャーギャーギャーみたいな。そうだろ。違う、マジかよ。うわ、聞こえた。え、やばくね、なんか。え、めっちゃ言ってんじゃん。え、めっちゃ言ってんじゃん。え、めっちゃ言ってんじゃん。しかも水の塔から聞こえるってやばくね。本当だじゃん。普通にダムじゃん。ちょっとマジやばい、やばすぎる。それ逃げたい、逃げたい。車戻る。逃げたい。車戻る。もう無理だ、もう無理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 。まあ、俺と京平の話はちょっと最後にちょっとして、まず皆さんの感想をお願いします。はい。俺はまず最初の地蔵かな。地蔵が全部で6体いたのか。あれ見た時何が怖いとか特になかったけど、とりあえずゾッとした超なんか多分ああいうのって昼間見ても怖いんだろうなって思うけど、ただここに関してはやっぱ地蔵にまつわってるからめちゃめちゃ怖かったなっていう。あー、なんか声したわ今。え、じゃあ俺今カメラのとこでしょ。ピッピッって。俺右側からなんかグルみたいな。そう、こういうこと多いので車外から外カメラ撮っております。うわー、この前言ったもんね。はい、皆さん僕たちはすぐ実行しますのでね。今の聞こえたタイミング何かあったかは、そちらの外カメラで見ればわかるという、そういう楽しみ方もついに用意し始めましたという。はい、地蔵にまつわってるからめちゃめちゃ怖かったなっていう。なんか声したわ今。え、じゃあ俺今カメラのとこでしょ。ピッピッって。俺右側からなんかグルーみたいな。そう。
結構序盤にいろいろあったから、うん、本当にちゃんと村感というか、でも結構家も多かったし、うんうんうん、ちゃんと廃村なんだなっていう、でめっちゃ焼けてたし、なんでそんな生活感を残してどの人も出てっちゃうのかなっていう、火事もあっただろうけど他もいろいろ理由あるんだろうなっていう、うんうんうん、噂通りだったよね全部基本的に、うんまあ、火事で焼けてるのもそうだし地蔵もあったし、うんうん、で俺もう一個噂あったじゃん、あの湯気が出るっていう、 あれだけ唯一なかったなと思って、うん、でだからもしかしたら結構いろいろ回してたから、映像確認して煙あったらマジで確かにもうなんかコンプリートって感じがして、ちょっとそれが結構不安というか怖えなって感じかな。確かになるほど、新しいのも出てるけどね、確かに、ね、もうそれ乗ってないやつでさえ俺ら体感しちゃってるというか、確かに声とかめっちゃ聞いてるし、うん、確かに大輝に関してはもう男の人も見えてるわけだし、そうそうそう、俺はまあ最初にも言った通り、俺まずこう着いた時点で俺も結構寒気がなかったの、うん、言ってたね、まあ、まず男の人も見えました普通に、みんなが見えてないのに、うん、俺だけなんか見て、まあ勘違いだかもしれないけど、でもあれはもうくっきり俺は男の人だって分かったから、うん、それがやばいよね。そうだけど、そこが俺一番怖かったんじゃないよ、じゃなくて、うん、俺出て行ったじゃん、家にいる時は俺別にそんなに緊張感なかったけど、出て抜けて道出た瞬間に、俺ゾッとして、なんか森からめちゃくちゃ視線感じたよ、あ、視線なんだ、そう、森からなんか見られてるなみたいな、監視されてんじゃねえかっていう、まあ俺は最悪の2階に行ったわけだけど、結構家いっぱいあったじゃん、で入ったりしたけど、そんなん次元にならないほどヤバくて、2階、あと2階っていうのはマジヤバ、2階に入った瞬間もう空気が違うんだよ、まず、うん、焦げ臭かったし、なんだろう、あ、焦げ臭かった、臭かったし、へえ、何より日本人形だよね、うん、めっちゃ焼けてんの2階、本当に黒焦げに、うんうん、異様にね、なのに日本人形だけめっちゃ綺麗、でもそれだよね、いやちょっとそれ想像しただけでやられてる感じ、いや結構やばいことだからね、うん、意味わかんない、人間的な怖さもあるよ、で焼けた後にわざわざ置きに行ったわけでしょ、うん、人間がやったのであれば、うん、意味わかんない、意味わかんない、後からわざわざ焦げなのに日本人形、意味わかんないとこにポン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 って4ついてん、うんうん、どんな理由があっても奇妙だな、で今俺ね大丈夫かと思ってるけど、うん、結構ふわふわしたりして大丈夫かなみたいな心配はしてる、自分で結構やばそうだもん、なんか大気から叩かれてもダメ、なんかふわふわしてる感じもあるね、大丈夫かなみたいな思いますけど、人形はマジ、でもそっからさ窓からふわってなんか上上がったよ、ふわってね、湯気って、そう、湯気、湯気、え、ちょ、なんか湯気じゃなくて黒いのがふっと出た、黒いの、黒、窓のそっから黒いのが上通ってった、お前見えすぎじゃね、お前なんかえ、こっち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 大気感じやすい、俺とたつきが見えないわけないもんね、ねえ、ここにいんだもんね、まずサイレンにマジそっくりだった、うん、本当に出てくるあの羽生田村にめちゃ似てたというか、うん、一番最初の家が一番っぽかったかな、うん、奥とかもなんかめっちゃそれっぽくて、あと階段だね、うん、階段、登る階段がマジで怖すぎて、うん、俺と君もう覚悟決めたもんね、うん、これ本当にあのホラー映画のラストのところだった、うん、なんか覚えてないけど、なんかやべえなって思ったやつだったんだけど、もう今覚えてないんだよ、最後ね出てきた時、あ、そうだね、それだよ、うん、それだよ、あれやばいよ、入ってなかったらもうブチ切れるぐらいの入ってない、えっ、待って待って待って、俺と恭平の後ろからガーンって音がうんした、してなぜか恭平は聞こえてないっていう、うん、聞こえてない、なんで、みんながびっくりして、異様にびっくりして、だから、うん、めっちゃびっくりしたけど、うん、聞こえてないの、終わっちゃったと思ったもん、ね、腰抜けたもん俺、だってもう、うん、あれ怖かったよな、あれやばい、絶対俺らじゃないもん、ね、絶対違う、まずみんなは俺と恭平以外はもう触れてないところにいたし、結論多すぎて、なんか俺らの記憶にあんま残ってない確かに寒さ感あると思うんだけど、うん、全て見応えはもう確実にあると思う、あるある、本当にやばい、ということで、羽生田村のモデルとなった学集落、はい、レート SSS、 いや文句ない、文句ない SSSSS だけどね、5個5個5個いっちゃった、5個でもあのエリアはそうね、 S4 つぐらいあったね、あおかしい、あれ2階はそんな怖いスポットあったら絶対ね長上がるはずだけどね、うん、確かに大丈夫、なんか次行った時ないとかない、うわ怖っ、俺らにしか見えてないみたいな、やばい、ゾッとした、そうだよ、えぐい、そうだ、いろんなサイトに載ってないんだよ、だって、うん、だそもそも行く人はいないんだろうな、2階わざわざ、そんなのもう見えてないんだよ、攻めたね、そうだ、攻めたんだよ、かなり、でも普通行くぜ、心霊のサイトなんか作ってる人なんて俺らよりよっぽどガチガチにやってるでしょ、ということで道中で1部2部3部すべて減少、コメント欄までお待ちしています、お願いします。
僕たち頑張ったな、怖かったな、楽しんだなという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いしますのレベルじゃない、して。はい、ということでこんなところで告知しちゃいますけれども、はい、12月25日クリスマスイベントということで DJ の曲流しながらみんなで飲んで踊って騒いで、はい、交流ありありとなっておりますので、はい、写真撮影等として思い出を作りに今年最後の S スタジオに会いに来てください。お願いします。お待ちしてます。下の概要欄 URL ありますのでお願いします。お願いします。あれいつもと違うんじゃないの、プレゼントあんじゃないの。あーそう、プレゼントあるからねサンタさんになるからね。メリクリメリクリ、初めての人も待ってるよ。待ってます。3つ目の場所、最後ですね、今回の最後に行く場所は地図にない場所。地図にない道、何なんだろうね。お墓は何ですか。なんだこれ。この道が、え、待って待って、もうナビにね、何丁目っていうのが消されてる。何丁目か分かんない。初めて見たぞ。本当だ、ナビにない、もうしてる。